オマハ族とは、アメリカ中西部ネブラスカ州に占領するアメリカインディアン部族である。ネブラスカ州最大の町オマハは、オマハ族からちなんでいる。オマハは、風に立ち向かう、者たちという意味。マハ族とも言う。かつてのオマハ族と、周辺部族の勢力範囲と、現在の保留地かつてのオマハ族は馬を借り、狩猟と略奪を行う典型的な平原部族で、 冬場は土屋根のアースロッジに、そして夏にはティピーで暮らしていた。バッファローや鹿を狩り、農作物を栽培し、主な穀物は豆、トウモロコシ、カボチャなどである。女性は鍋を作り、バスケットを編み、そして獲物で仕留めた動物の骨や木から用具を作った。法巻数の言語を話し、オマハ族は水族士族ダコタ族系に属していた、カンサ族。 クワポー族、王政治族、ポンカ族の5つの諸部族のグループの一部族だった。1500年頃、スー族と仲が悪くなり分離し、オマハ族はポンカ族と共に、オハイオ州、ミズーリ州及びミシシッピ川の合流域に移動、さらにアイオワ州に渡っていった。その後、ニオブララ川川口でポンカ族と別れ、ミズーリ川の上流域へ移動した。1802年、 白人がもたらした天然痘の流行により、部族の人口を大きく減らし、現在のネブラスカ州に移動。1804年、ルイスとクラークの探検隊がオマハ族と会見。これを皮切りに、白人入植者がオマハ族の土地を侵食していった。なお、オマハ族の人々は一般に1850年代に彼らの土地を通ってユタ州へ移住したモルモン京都と 友好的な関係を確立している。1854年に、オマハ族が領土としていたミズりリ川流域のすべての土地はアメリカ連邦政府に没収され、オマハ族はネブラスカ州東部の保留地へ強制移住させられ、現在に至る。彼らの保留地は禁煙のポン家族と密接しており、ポン家族とは提携関係にある。 現在の数族とは良好な関係にあり、1960年代のインディアン権利回復要求運動、レッドパワー以降、共闘してワシントンやニューヨークへ抗議デモを行っている。オマハ族は、リ州のアイオワ州で、インディアンカジノのカジノマハを経営している。インディアンカジノに反対の立場を取っている。アイオワ州は、2009年7月1日に、このカジノマハを、 営業停止処分とした。現在、オマハ族は、カジノ再開を要求して競争中である。ありがとうございます。